はい、福ブラハイってダサくない？ダサいですかね、常に。はい、カブツさんは、あとカブツさんはね、ロボットじゃないらしい、スイッチのスマブラスペシャルからはロボットじゃないみたいですよ。はい、いや一応今日のメニューこんな感じになってます。はい、今日のメニューこんな感じですね。はい、はい、まあ、雑談、とりあえずバンノが来ないとトーナメントができないんで、今ね、ちょうど今ね、バンノが来て8人なんですよ。8人になるんで、それで福ブラハイ始まるっていう感じです。はい、で福ブラハイやって表彰式をやって、雑談で表彰式ありますよ。はい、表彰式やって、あとまあ時間許す限り雑談って感じですか。雑談なんや。夜と、はい、優勝商品ですか。優勝商品は、いやそれ気になってました。あの優勝商品は熱海のお土産です。優勝商品は熱海に行けるわけじゃありません。熱海に先々週行った時のあのお土産です。あ、ベーシストはですね、さっきリハやったんですよ。リハやって、リハで優勝してました。優しい、俺を狙ってくれてない、はい、優しい。リハで優勝してましたね。なんでね、今日は男祭りって感じですね。うん、プライド男祭り的なことですね。はい、僕にまだプライドなんかありません。はい、今進行的にはどうする？今進行的には、あ、じゃああれか、ちょっとあの練習がてら7人でやりますか。練習がてら。で、ランダム、ランダム。配信はですね、誰が優勝候補なのって。優勝候補はね、まあ、堀さんと郷さんですかね。ちょっと待ってますね。え？ちょっと待って。あ、よかった、サムスだ。サムスもね、得意なんですよ。え、マイク左しか音鳴ってない。え、モノラルってことですか。マジ？これでもこっちの設定かな。あれか。ちょっと今すぐ対決が難しいっす。僕どこですか。これはなかなかあれですね、あの練習しにくいステージかな。だって上に行けるかもしれないですね。ゲーム音は両方、声は左だけ。え、ゴーさん、これかな。なんで？あの、ゲーム音は声は左だけしか出てないみたいな。あ、でもこれ LR 出てる。それの設定かな。刺さってなかった。今どうですかね。今どんな感じですかね。やばい。でてか、あと、はい、置き場所がね、はい、難しいんじゃない。そうっす。で、俺が喋るときは近づけるか。そうっすね。聞こえた。あ、僕もう死んじゃいましたね。あれ、どこだ。見失った。見失った。死んでる。今話してよかった。今聞こえたね。両方聞こえました。両方聞こえてる。両方聞こえたらよかったです。あのコードをちゃんとさせてなかっただけですね。はい、コードの、コードの差しミス、コードの差しミスだったみたいですね。そうですね。ゴーくん、ゆーくん、頑張ってありがとうございます。はい、ありがとうございます。女子が震えてる。
ゆうくんくやが誘ったら女子は来るわけないじゃんって夏目が言ってたよ。そういうことですね。あのね、映画はみんな結構来るんですよ。映画撮るって言ったらすぐ来ますよ、みんな。すごいっすよ。やっぱね、なんか、あ、いついつ、なんか、あ、全然、なんかね、ちょっとでもいいんで、とか、ちょっとだけの出番でも全然いい。映画だったらね、コロッとっすよ。で、ニコナン、あの、家でゲーム大会やるって言ったら来ないです。来ないでしょ。来ないっすか。まだ、なんか、晩のが15時過ぎに着くみたいですね。15時、15時過ぎはちょっと KY ですね。KY なんで、もうちょっとトーナメント始めちゃいますか。そうですね。15時はやばいっすね。15時はちょっとやばいっすね。おー、監督しかも3、本当だ。3期残ってる。カブトさんはね、結構あの逃げるのがうまい。カブトさんね、はい。じゃあ、あれですか。じゃあ、始めていこうと思います。はい。はい、来ました。皆さん来ましたよ。第1回、福村杯。最強ファイター。出てこいや始めていこうと思います。こんな感じですよ、はい、じゃあ早速ですね、早速トーナメントモードの、あ、僕待ちですか。はい、9位です。じゃあトーナメント始まりますね。組み合わせシャッフルです。はい、シャッフルしましょう。おっと、カブト君対テスさん、カブト3体。最初からゲーマー対決じゃないですか。カブトさんは、じゃあ、あのちょっとそっちのカメラを。1対1でトーナメント。1対1、それもう超やばい、はい、こっちのカメラで終了する可能性が、こっちのカメラでカブトさん抜くので、こっちのカメラで戦う人間の立ち位置だと思うんですよ今の。堀さん、ソファーに行ってもらったことない。ちょっと下がりで、テスさんちょっと前に出ましょうか。ちょっと広めに撮ってもらったら大丈夫です。嫌な予感しかしないです。はい、どうですかね。あ、もうちょっと寄りでいいですか、ね。はい、俺の頭が微妙に入ります。コントローラー切ってもいいですよ。はい、始まりましたね。緊張する。カブト君はこの日のためにスイッチを自分のギャラで購入していると。そうです、そうです。カブト選手はスイッチをこの日のために購入してます。この日のために、はい、今さっきまでスプラトゥーン2をやってましたね、はい、ただあれですね、テス選手も意外と今日初めてやった割には、はい、なんかカービィっぽい動きをしてますね。カブト選手は今回はロボットできましたね。ロボットでカブト選手。テス選手、あれですかね、64番のやっぱり動き、64キャラということで、操作の、ただカービィの復帰力では、カービィ復帰できなかったテス選手。ただカブト選手もね、 113% なんでね、ちょっといい飛び時っていう感じですか。冷静ですね、カブト選手は。おっと、テス選手、これは取り返すか。1個取り返しそうっすよね。ダブルラリアット。おっと、ゲーマーっぽい発言が出ましたね。戦い方が単調になって。手元がうまそうですね。いや、スイッチのコントローラー今日初めて使いました。スイッチのコントローラー、おっと、ただ1個取り返して、これでも結構いい勝負ってことですよね。いい勝負ですね。いい勝負ですよ。はい。カブト選手、ものすごい集中してますね、今。
ものすごい人さん、ちょっと動いてなくて、あ、やばい、最初危ない、るように自分で死ぬか、全然死ぬとか言って、明確が出ますね、めちゃくちゃ激しいっすね、全然、いや、もう、そうだ、よくわかんない、すごい、クロークカブト選手、真剣です、まさかの、はい、カブト選手もね、あの優勝候補、ね、前回初めてあのスマブラ配信した時はカブト選手がね、あの結構ボロ勝ちしてたような印象だったんです。おっと飛ばした。おーっと決めきるか。ああ、間違えた。カブト選手。惜しい。おっと。ただテス選手、テス選手も結構ね前線前進してます。おっとカブト選手復帰できた。おっとからのテス選手、やはりカーディアン取ります。おっとかわしたがカブト選手真剣です。おっとこれはいい。おっと復帰できた。これはおー、これは無理だろう。うまい。今日初めてとは思えないですね。すごくいい勝負です。すごくいい勝負ですね。なかなか序盤から接戦になってますね。いい勝負です。あ、ただ間合いがここで分からないですね。本当にあの接戦ですね。本当に接戦です。こっからカブト選手逆転できるか。やばい。あれ。ああ、接戦中。おお。やばい。行きますよ。やっぱりカービィは軽いというのもなかなか不利ですからね。カブト選手は真剣です。微動だにしません。ただカブト選手、これはパーセンテージ的にどうなんだ。パーセンテージがまさかの番狂わせ起きようとしてますね。これはうわ、めっちゃ伸びてくる。カブト選手もうロボットが結構ボロボロに飛んでくる。まさかの。いやー、まさかの。危ない。初サムスン。初勝利。おー。すごい。疲れた。疲れる、これは。やっぱりゲーマー、見てる方も疲れますね。カブト選手、今放心状態。カブト選手、初めて敗北を経験したのかもしれないです。CPU 対メモシン。これ負けたら寒いですね。CPU 対メモシン。これいつでもいいですか？いいですよ。はい。でも外れちゃって。いやいや、でマルス、ファイヤーエンブレム系ってもらって大丈夫です。ファイヤーエンブレム系って結構強いっすよ。ネモシンのパンですね。ネモシン選手は先ほども言いましたが、茨城県から今日はあのブラハイに参戦したという。ネモシン頑張ってる。いや、いいんじゃないですかね。まあそうです。確かに CPU とは戦い慣れてるネモシン選手でも昨日スネークとやりすぎたから。スネーク対策しかしてこなかったということですね。そうですね。たださすがにちょっと、でもさっきもネモシン選手も結構前ね、リファの時もいい勝負してたんで、あんなにでも、いやあ、嘘。あ、ひょっぱんさんが100ポイントありがとうございます。 CP 勝ちそう。そうなんですよ。確かにそう、強いんですよ。
ね、もし、ね、そしてカブト選手は今スプラトゥーン2ですか、それはスプラトゥーン2を始めました、はい、カブト選手は、はい、おーっと、あーまあ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 、まあ、そうですね、1回戦 CPU に負けたらちょっとね、いやーちょっとその問題ですね、はい、そこでレベルは9ですか、あ強いっちゃ強い、強いっちゃ強い、はい、あーすごい届いて、おお、ポテコさんありがとうございます。今何人ですか、今は54人見てます、ね、58人見てるんです、もうスプラトゥーン見ようぜいやちょっと一票は福村杯、スプラトゥーンじゃありません、うん、無駄に時間かかりそうでちょっと嫌だなそうですね、先ほどに比べてやっぱり盛り上がらないですコンピューターなんでね、それどうしても盛り上がらないですよ、負けは許されない、負けは許されない、ま、負けは許すそうっすね、またこの時間を繰り返さない、エモシン選手、おっとただただコートマルス復帰、寝てよ寝てよされましたよ、黙って集中してみてるっていう、エモシン選手やっぱりエモシン選手はロックマンに対して思い入れがあるってことなんですかね、まあ結構好きなんでね、あー、ロックマン、やっぱファミコン時代から、やってます、やってます、あの、ロックマンコレクションも持たない、ロックマンコレクション持ってる、あと、DS ですね、DS モード、コンピューターもあるんですけど、なかなかしつこいですね、そうなんですよ、うん、本当にしぶといですね、俺が弱いのかもしれないですけどね、でもそうなんですよあいつらちょっとあ、おっとあれマルスは復帰できた、おっとおお1対1、あ、勝ってる、若干勝ってますね、若干ですよ、なんでそれ、嘘でしょ、それジャストカードするよ、おっと、放られた逆転された、うまいぞ、これはまさか、まさか茨城から来た男がまさか CPU に家でできる家でやってるのと変わらないです家でやってるのと変わらない、わ、家でやってるのと変わらないぞ、今互角、完全に互角です、はい、ここは慎重に行きたいとこだ、嘘、そう、まだ互角、まだマルスが勝ってる勝てるって言ったけど、あの復帰が強いですね、あと一発、あー怖い、また抜かれた、やっぱりあのカプコンの意地にかけてもロックマンには勝ってほしいところですよね、そうなんですよ、やべやばいやばいやばい、おっと、あと一発合格、あ、負ける、これ先に集中を切らした方が負ける、ただおーっと、あぶねえなんとかなんとか大接戦でしたね、大接戦でした、来た意味がありました、来た意味があった、来た意味がありましたよ、さっき
危ない危ない。次は誰ですか？次は。おじさん VS ゴーさん。さんおっと、優勝候補同士の対決ですね。いやー、あ、恐ろしい。僕じゃあ堀さん抜きましょうか。絶対勝つ。恐ろしいっすね。優勝、はい、優勝候補のね、堀さんと、そして、ゴーさんですね。ゴーさんはね、先ほどリハでは、ゴーさんをスネッタ人はしてきたのかな。してきましたね、ちょっと。スネーク対策がしてきたということで、はい、あら1回戦、ただこれはなかなかの高カードですね、1回戦から。あっしゃーっしゃーっしゃー、これ燃えるな。これももはやもう事実上の決勝みたいなものですよね。これも事実上の決勝ですね。もう決勝戦やっちゃってるようなもんですけど、それは、はい、ね、スネークの特にスネーク対策というのはあれなんですよね。手榴弾と C4 爆弾、主にこのね、特にこの手榴弾が強烈なんですよね。手榴弾を何とかするかっていうのがいかに大事かっていう。まずい流れが。いけるぞ。やばいな。出た、ニキータで。安心してた。ここ安心したらダメ。ゴーさん、ゴーさん冷静です。冷静。くぅー、ちょっと、あやばい。ちょっとまずい。いけ、ちょっとこれ。おっと、ニキータで追跡。これ強烈ですね。戻ってきた。で、ニキータ。迫撃砲。手榴弾。やはりこの、なかなか地上につかせないのが強いね。ワープのこの回避も、はい、粘りますね。よくないね。よくない。ゴーさん、まだ3機です、ゴーさん。おーっと、これは、まさかの。これ一つ取り返した。これ一つ取り返しましたよ。C4 セットされてるな。おっと、ゴーさん、さっきよりも、リハの時よりも冷静になってますね。ゴリ選手は、なんとかもう一個奪いたいところだ。ちょっと。手を休めない。ゼルダ一人で戦ってるわけじゃない。おサイファーで復帰。サイファーまだいける。これが全滅してきた年季が違う。そういうことですね。ゴロワキしたな。これはあれじゃん、誰も予期してない。確かに誰も予期してない。この展開は、ね、この展開誰も予期してないです、ね。堀さん今日優勝できると思ったら、いやもう優勝しかしない気でいた。優勝しかしない気でいた。よっしゃ。では、はい、優勝決まったなってもう出てますね。優勝決まったな。まさかの圧勝。これが全滅。お、あれですね、宿命の対決っていうか。ちょっとじゃあカメラを。僕もこっち行きます。はい。で、こっちで、受ければいいだけです。受ければいいだけです。受けといてくれればいいです。で、これでズームで、もう60人になってで、そっちのカメラで中島さん、まあ、よろしくお願いします。これは仮想堀さん対策が功を奏した仮想堀さんですか。いや、これ宿命の対決ですね。やっぱ十何年来のやっぱどっちが、はい、人間性としてどっちが上なのか、はい、そうですね。え、あれ違います。逆じゃないですか、はい、え、僕ら
本当や、コントローラー逆っすね。今ちょっとコントローラーチェンジしますおーっと、これ難しいな。コントローラー違うんだよな。あこれえ、これコントローラー違うの良くないな。やりにくそう。 Wii U のコントローラーむずそうですね。これ何もしてる。ねえ、これやばくないですか。これおかしいっすよ。そう、はい、条件しちゃった。条件しようよ。まあ納得はね。え、いやこれさすがだわ。これいやこれどういうことなんですかね。これは、はい、どうですかね。はい、というわけで、はい、セミファイナル来ましたね。セミファイナルですね、はい、ということはカードは、お、鉄線したい、ネモシン選手。あ、はい、いや、あ、じゃあ中しかないな。向こうのカメラでテスコン。オッケーですか。オッケーです。負けらんないですね。でもさっき戦ってるの見た。ちょっと勉強になりましたね。マジか。戦うとも勉強しか言ってない。はい、ぐらい。テス選手、やっぱりやればやるほど強くなってるということですかね。何回かしかやってないですけど。ネモシン選手、やっぱり茨城から来た分、はい、そして優勝候補の堀選手が敗れたということで、これネモシン選手にもやっぱり優勝の可能性が出てきたということですよね。フェス選手真剣です。ハービーがやっぱさっきよりも強くなってるような気がします。やっぱり64キャラのやっぱ64キャラの意地もあります。七名体力消耗してるから2人とも、あーなるほど、あれ土下座して再生。あーあいだ、ちょっと僕はまさかの、ね、もう完全解説に回る。ロックマンコールが出てますね、会場は。ネムシン選手、ネムシン選手は今年子供が生まれるということで、今年ですよ、来月、あ、来月子供が生まれるということで、これは負けられない。子供のためにも負けられない戦いだっていうことですね。こうテス選手、やっぱりゲーマーとしてはおっと、ただこれで全くの、はい、全くの、はい、繰り出しに戻りましたね。やっぱりテス選手もやっぱり普段やっぱゲームに関しては誰にも負けないというところもありますからね。あとテス選手は割と任天堂のゲームを子供のおもちゃと普段から揶揄してるの。言ってないです。揶揄してるところがあるの。言ってないです。失礼な、怒られますから。ひどい。言ってない、はい、やっぱ強いものしかヒールしかそういうことって言えないじゃないですか。強いっていう裏付けがないとなかなかそれは言えないなってところはありますよね。そしてネモシン、そうですよ、任天堂に結果を売るだと。ネモシン選手、ネモシン選手、負けたら子供の名前は、はい、岩尾にするしよって。いやマジで無理。任天堂ユーザーに喧嘩を売るだったらそういうことか。カッコロックマンなって言ってます。ネモシン選手は負けたら敗退したらその時点で、はい、子供の名前岩尾になってる。そして任天堂を背負って戦ってるのが今ネモシン選手。
任天堂背負ってるんですか、カプコンの。あ、おっと、そうだ、カプコンのキャラを使ってます。カプコンのキャラ使ってます。やばい。あーっと、テス選手あと一機。ただやっぱり、あの来月生まれる子供のことを思うとやっぱり父は強いってことですね。これからやっぱ父になる男の戦い方は。来月子供生まれるから集まってそう、ヒロミさんを茨城に置いて。だんだん、だんだんあれですかね、見抜かれて、ちょっとパターンを見抜かれてきてるのかもしれないですね、ネムシン選手。マジですね。ただ、ここで一つ、さっきのやばいターンに、そうですね。おー、復帰できた。テス選手。あー、これは、また。でも、テス選手はね、あの、カブトさんを倒してますから。そうなんです。カブトさんも優勝候補だった。カブト今回だからね、第1回からすでに波乱が起きてるってことです。波乱の対決。おっ、これで突き落とせるか。10年10年あります。ちょっとねあるあるけど、ちょっと充電しながら今できないけどいい。そこに刺してる。あれ。これはさすがに。さすがに。いや。助かった操作ミス。いや。強いな。いや。じゃあ僕っすね、そっちが。遅刻した人が来てる。来たら。じゃあもう一回ですか。もう一回。え？二回やるんですか。いや、大乱闘にしますか。いやー。頑張んなきゃ。そうですね。頑張んなきゃ。ゴー。準決勝ですね。早いんだよ。ブーマックは早い。こっちのカメラに中島さんを見る。あ、はい。はい。これでも、これもなかなかの好カードですよね。やっぱりあの、普段、中島さんはあの堀さんと戦ってるっていうことで。あ、なんでこれに勝ったものは大きくあの優勝に近づくということですか、ね、あーおっと、溜めてるあの溜めパンチが強いんですよね、リトルマックは。リトルマック溜めパンチ、いやピンク率高いな、ピンク率高いですよ。任天堂のキャラってやっぱピンクが好きなのかもしれないですね。カービィしかり、ゼルダしかり、リトルマック、はい。で、中島選手はこのフードをかぶってるリトルマックが特に愛知されてるというところですよね。はい、リトルマックの下の矢印、リトルマック、よく熱く、リトル、よく熱い戦いだったの。そうですね。ただゼルダのあのやっぱりあの鎧を出すやつは強いですね。あの鎧の、はい、ケオゲージが、あっ、ケオパンチ、ケオケオパンチとは何なんですか。これですよ。避けれなかった。これをやっぱ狙ってた。あれ、リトルマックだけのあれですね。ケオパンチらしいです。取り戻した。ゴー選手、ここで。ゴー選手はあのツイッターで、ゼルダはすごい使ってて楽しい、ただミスるとやばいってつぶやいてましたからね。あの以前まではあのゴー選手はあのヨッシーを使ってたんですけど、今回あのゼルダで参戦、あのやっぱり今メインキャラはゼルダになってます。
悪いし、ね、優作選手なんとか、なんとか1個奪いたいところですよね。溜めてます、溜めております。あのバーンナックルみたいなやつですね。あーおーっと取り戻した、バーンナックル。そしてゲージも溜まった、やばい。逆転を狙うか。あ、そしてこのトリッキーな戦い方ですね、はい。いやー、すごい、すごい、危ねえ、ゴー選手ということは決勝が、はい、ということは決勝は僕ですね、はい、おーでも上に、あ、上で、はい、あ、じゃあ僕はネモシン13個そう、あのお土産買ってきたんで食べてください。メロンまんじゅう、メロンまんじゅう。あの茨城県、あれですか、メロン1位なんですよ。ええー、そうなんですね。あの生産量が1位らしい、ね、はい、茨城がメロン、茨城県産メロン使用。はい、これはゴー選手。おっと、あ、はいはい、決勝はロックマン対ゼルダ、ネモシン選手対ゴー選手、はい、なかなかの、いや、もうさっきちょっと大乱闘やってる最中、はい、ゼルダ強いなと思いながら。それがあるか。やっぱりそれがあるか。そうなんですよね、ロックマン対策をしてきましたね。ちょっとロックマンはあれですね。ネモシン選手、強え、ダメだ、対策が全然できてない。ネモシン選手、ただ来月には子供が生まれる。なんとしてもここは岩尾はまずい、はい、ゴー選手は、そうか、おっそう、まだ生きてる、まだ生きてる。なんとか、ただなかなかいい勝負してますね。決勝にふさわしいいい勝負。あ、逆だ。ただいやー、それでゴー選手が一歩リード。ゴー選手リードです。ネモシン優勝しました、コンピューターが一番強かったですって言いたいのかどうか。それ言えたらかっこいいですね。おーっと、踏みつけられる。テレポート、あー、やばい。ネモシン選手、ここはなんとか、あーできない。いい勝負ですね、もういい勝負ですね。ネモシン選手、これは分からないですね。分からなくなってきましたね。ただやっぱちょっとネムシン選手が今来るかな。追撃がやっぱ怖いですね、ゼルダの。やっぱりここに来るまで、ゴー選手はね、堀選手だったり優作選手だったり、こう強者を倒してきたわけですからね。ただ、強かったCPを倒してきたネモシン選手、そしてあこれは差が開いて、全然戦い方が分かんない。ネモシン選手、ネモシン選手、茨城からすごい応援の声が来てると思うんです。あ、本当に応援の声でも
死ぬ。ベーシスト強えなって強いっすよベーシスト。日本選手がおっと投げた投げた1個取りもカバ負けないでってコメント来てますまだ、はい、まだ捕まってうおー、はい、追撃の炎の嵐。あ、間違えた。あ、やばい、負けた。ゴー選手400万だ、これは圧勝です。これは圧勝だ、優勝だ、優勝してしまいました。いや、岩尾にはしないですよ優勝したぜ。はい、はい、あ、大丈夫です。こっちだ。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ来ましたね、スペシャル杯、はい、福村杯ということでですねということで、はい、こういった成績ですね。はい、郷選手、歌舞伎マンの試合のしょうもなさ確かにあれねちょっとね、ちょっと僕が悪いっていうのもあるんですけどね、あれは本当意外でした。はい、というわけでですね、優勝は郷選手、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。熱海のお土産ですか。熱海のお土産ですね、はい、お待たせしました。熱海のお土産がですね、これがですね、あの熱海のお土産なんですけど、これ折れた鉛筆なんですけど、これただの折れた鉛筆じゃないんですよ。ファイヤー陽子さんっていうストリップ場の方がいまして、はい、その人は世界一のあそこの硬さを持ってるんですよ。世界一のあそこで砕いた鉛筆ですごい、これがこのご利益があるということです。なるほど、はい、僕これ持ってて、なんかあのその後射的行って、なんかあスマートボールでいい成績を収めた。これを贈呈しますやったぜありがとうございますゲットしたぜ。はい、ということでですね、なるほど、はい、空気入ってる缶詰とかないんか、性病移りそうとか失礼ですね。これ大切に持って帰る、ちょっとビニール袋とかちょっとあるといいですね。あとでお願いします、はい、ありがとうございます。そうですね、なんで、まあせっかくなんでもう一回もう一回トーナメントしますか。いいんじゃないですか、あの、はい、やりましょう。ファンの普段 CPU の勝率が僕まあ3割くらいレベル9、1回ぐらいやる暇ありますかね、スプラトゥーン何をやる暇ある。スプラトゥーンやる暇ないんじゃないかな。やります。1回戦レベル8ってことですか。レベル9ですか。あれ、あ、そうですか。始まります。どうせまたすぐやられるフラグ、あ、俺がですか。ユーサク選手の CPU、レベル9の CPU の勝率は3割、はい、3割だそうです。ただここはね、あの勝ってほしいですよね。やっぱ対人戦が今日の魅力でもありますからね。慎重ですね。これはあのあれですね、悪魔城ドラキュラの、僕あんまり造形した。これネモシン先生ちょっとあの、おっと両方とも復帰できない。互角。ちょっと悪魔城ドラキュラの話を解説をしていただいて。解説しかどうか分かんないです。あのあれですね、ベルモント家のなんたらかんたらですね。ベルモント家のなんたらかんたら。あのもう一人いるじゃないですか。はい。ダッシュキャラがこっちです。ダッシュキャラはこっち、あの子孫かなんかですよねこれ。なるほど。
あの、カブトさんは今、スプラトゥーン2に夢中です。はい、僕の隣でスプラトゥーン2をしてますね。自分の出番が来るまでスプラトゥーン2をしてるっていう余裕ぶりです。はい、すいませんよ。それで精神、あ、そうかもしれないですね。リラックスするためにスプラトゥーン2をしてるかもしれない。これ、イカスネイヤのスマブラのイカと違うんですか。そうそう、え、スマブラのインクリンクと、あ、違います。違うけど、違うなっていう感じです。あの、だっていろんな多彩な武器をやっぱスマブラは使いますからね。あ、スプラトゥーンが使えないから選んだやつ。いや、いや、あの、あの武器の使用、武器があの固定されてます。あ、でもいろんな武器使います。あのローラーも使うし、まあ、おっと、走行してるうちに、走行してるうちにまさかの CPU に押されてる。あ、チャンス、チャンスです。武器結構うざいっすよね。あの斧の軌道がね、放物線を描く斧の軌道がなかなかですよね。カウンター、そして KO ゲージがもうすぐ溜まりそうですね。お、KO ゲージ溜まった。これは、これは一発、一発いきたい。復帰できない。お、KO ゲージが溜まった状態で、あ、また振り出しに、また振り出しに戻った。完全に戦士に戻った。戻ってきた。ガードされてる。やっぱガードが大事ってことですね、このゲーム。やべえ、やべえ。ただいい勝負だ。 CPU やっぱ強いですね。強い。おっと、おー、なんとか押し出した。押し出しました。押し出しね。押し出しね。押し出しね。次のカードは、次は、次はですね、テッサン、テッポリさん、おっと、これはやっぱりちょっと390万を証明しないと。そうですね、さっきのね、ポリさん、コントローラー違います。コントローラー大事ですからね。コントローラー大事、コントローラー大事です。 LR で接続、コントローラートラブルですか。コントローラートラブルですか。今入れてるから、どうしたら、いけました。あれ、どれ、あれ、いったか、わかんない。ちょっとのコントローラー、ちょっと一回待ちますか。確認を、動くかどうかです。動きますね。はい、やっぱりスネークもコナミを背負ってるわけですからね。そして、テス選手は先ほどと同じくカービィ。やはり64時代、任天堂64時代のキャラクターっていうのでね、すごいそのインストールが早いんでしょうね。一応 Wii もちょっとだけやってました。一応 Wii もちょっとだけやってたという。 Wii のでもスマブラはスマブラはちょっとだけやってた。カブトさん、ユータがカブトさんですね。カブトさんは腕前はなかなかなんですよね。カブトさんも優勝候補と言ってもいい感じだったんですけど、先ほどはまさかのね、あの、あれもなかなか大番狂わせなんですよね。おと見えますかね。ちょっと違う。うわ、おっと、強い。完全に今あれですね、ハモにされてるということですかね。あれ、シュリーダム、シュリーダム、難しいですね。おっと、さすが、さす
違います。すでに手榴弾を、あの復帰した、あの戻ってきたところに手榴弾も置いてます。あの迫撃はあれなんですね、高さを変えれるんですね。迫撃砲。クリスマス。食べれば食べるほど。なるほど、食べれば食べるほど上に行く。やっぱり飛んでる時間と比較的長い、一つもライフを失うことなく、これが堀選手の本来の強さということですね。あの堀選手が帰ってきたということですね。強い。次カブト選手ですか。次カブト選手対ゴー選手。これはなかなかの。どうですかね。一回動くか確認しましょう。動くか確認、はい、動くか確認したいそうです、はい、精度でいきましょう。はい、右に右に右に動きます。はい、せーの。動きましたか。動きました。今溜めてたからね。せーのって言いながら溜めた。せーのって言いながら溜めてた。卑怯ですよね。卑怯者です。勝てばよかろうってことですよね。なかなか卑怯です、兜選手。そしてゴー選手は以前メインで使ってたヨッシーですね。ヨッシー。あのゴー選手はあのキャラクターセレクトのモットーは人がなるべく使わないキャラというところがゴー選手にあります。まただと普通のキャラが好きです。普通キャラが好き。そしてカブト選手がダークサムスを使う理由は、サムスの中なぜダークサムスかというと先ほどかっこいいからって言ってましたね。かっこいいからって。そしてラッシュが続く、ゴー選手も。ゴー選手もラッシュが続く。上手い人は何使っても強いよ。そういう、そうですね、確かに。ミサイル。ハニシ選手。これはまさか、まさかの前回ね、前回初めてスマブラやってた時はあのカブト選手がね、すごい圧勝していたような印象だったんですけど、今やですね、モエさん、わからん殺し狙い素手で触りたく、違うわ、どうした汚い、さすがに汚いって。あっ、うわ、その動きだ。なんで、タックルで応酬ですね。あの、遠距離射撃をやめてタックルです。うわ、意外と受けれない。意外と。そして聖剣突き。カント選手、ここはなんとか、なんとかね、なんとかもう一個落としたいところだ。完全に今あれですね、戦い方が、あの、はい、そう、チャージ。あー、危ない。強い。あ、ありがとうございます。はい、子さんありがとうございます。ということで次僕か。そうですね。ちょっと本気になっていいですか。ちょっとまずコントローラー。そうですね、はい、大事ですか。そして、はい、僕ですね。はい、やっぱ。ちょっと待ってね。コントローラー動いてるね。オッケー。これほんま負けたくないな。僕も負けないって。あのロックマン対策教えてもらっていいですか。ロックマン、はい。ロ
ロックマン対策を教えてもらっていいですか。とにかく中に潜ってことじゃない。とにかく中に潜る。わかりました。ロックマン戦。おっ、危ねえ危ねえ危ねえ。来た来たねえ野郎だ。強いね。しんどい。あ、間違えた。はい。なんで食らうの？まず FF7 が好きです。あとかっこいいからですね。きたー！みんなクラウドコール、クラウドコールしていいんちゃう？意外とやっぱさっきはね、はい、ネモスさん、これが現実よ。はい、やりました。はい、やりました。はい、子供もろっとも。子供もろっとも。それはダメですけど。どういうこと言ってんの。いやー気持ちいいな。気持ちいい。うん。やっぱ本来の、はい、子供には悪いけどね。ごめんね。うん、やっぱ戦いって非常やからさ。堀さんと僕ですね。いやー再活。絶対勝つ。絶対勝つ。好感度ですね。来た。ちなみに僕と堀さんはおそらく200戦ぐらいして200戦ぐらいしている。はい。今リアルに100戦ぐらいしてる。僕は1勝しかしてないです。1勝してない。
はい、やはりあれですね、なかなかもう、やっぱりリトルマクタイスネークっていうカードも多いってことですね。もうほぼリトルマクタイスネークで、あ、ここはスプラしてる。そうですね、カブトさんは、あ、カブトさんはもうスプラトゥーンに夢中ですね。はい、ただやはり、優作選手もスネーク対策はもちろんしてきたんだけど、うわぁ、これは気が悪いな。爆弾を投げさせない。着地させられてしまった。徘徊数はすみません。おなかなか今日も受けのある感じですね。反省します。でただこれは、はい、また落ちてきたところに C4、 そして手榴弾、なんとか。ゆうたくん、おばちゃんとスプラトゥーシーをわらですね。ゆうたさん、カブトさんはもうスプラトゥーンに夢中ですね。なんとか、ダメ、あげるからついておいてみたい。わら、なんとか一時に戻したいところ。1ですね、しました。やはり堀選手冷静ですね。冷静です。そして取り戻した一時です。ニキータ追撃する。ガー、絶対復帰させない日だ。勝てねえ。ゴーさんで勝たないと怖いな。そして決勝の最初は、そして ゴーさんと僕の対決ですね。ちょっと席移動します。これは郷さんにとっては前哨戦じゃないですか。負けたくないわ。いやーでもな、怖いな。何でしたなんて出が早い。1% でも。
いやーよーし。はい。いやジョイコン借りてもいいっすか。ジョイコン、ジョイコン、はい、大丈夫です。ジョイコン、ジョイコンお借りします。結構少数派ですよね、ジョイコン。ジョイコン、ジョイコン。じゃあ決勝ですね。やはり、やはり残りましたか、この2人。やはりね。いやちょっと、これは本当集中ですね。集中ですね。緊張する。3、2、1、ゴー。あ、違う、画面だ。画面を間違えてました。またね。また客が多いせいですね。わぁ、ガーッ、それ避けらんねえ。避けらんねえ。それこれが、これがゼルダだと完全に避けれるけど、うわー、どうしよう、危ねえ。なかなかの、やばい、端に追い込まれた、迫撃砲、ニキータ、うおけ、逃げやっぱりこの、この地に足をつかせない作戦。あ、もう逃げらんねえ、これ足をつかせない。迫撃砲、そして1個取り戻しましたね。現在トップスネークと後ろに出てます。ああ、確かにそういう演出もあったんですよ。スマッシュボールなかなか。なんとかゴーさん画面下に叩き落としたいところ。そうですね。あっ、完全にスネークの独壇場にしていいのか。サイファーから戻ってくる。取り戻す。まだまだだ、まだ。よし、王さん、ここから逆転なるか。ちょっと堀さんの無言になってる。負けられない。これすごい、あの信号みたいなセーターの色になってますね。まさか何の発信ですか。トリコロールみたいな。いけ、いけ、いけ。これが本来の実力。これで終わりですね。これが390万。スタイルやべえな。スタイルやばいっす。やっぱジョイコンでしたね。ジョイコン、やっぱジョイコン。ジョイコン。じゃあ、どうしますか。最後にスネーク。いやー、ありがとうございます。これ最後、じゃあ、大乱闘でもしますか。そうですね。バンノさんは、バンノ君はまだ来てないですけど、大乱闘で締めますか。僕もサムスで行っていいですか。サムスでいいですか。僕楽戦だったらサムス好きなんですよ。あれ、カブトさん、カブトさんは
ダークサムス選んだ。カブトさんもう選んだらすぐすぐスプラトゥーンしてます。すごいすごいです。自分のキャラクター選んだら待ち時間もスプラトゥーン2をしてます。ビジネスマンです。ビジネスマンです。おかしいよ。でステージは？ステージランダム。もう始まっちゃった。出たあれ出たあのフレームのリトルマック来ましたね。狭いです。狭い。狭いな。ここはここはやっぱあのゴーさんと堀さんを何とかしてからみんなで戦わないですか。いいっす。あ、見失った。これは分かりにくいっすね。狭いのが嫌ですね。本当に乱闘です。うわ、こんな。え？俺はどこだ？ごめん。あ、自分で知らんなこれ。援護する。これなかなかですね。この読み合いとかそういう要素ないですね。完全に。いつの間にかあれですね、能力吸収されてます。食べ物見て戦います。食べ物見て戦います。今バンノ君が来たっぽい感じですね。あれ本物ですよ。あれ本物ですよ。あー、やんないで。あれ偽物ですよ。あれ偽物ですよ。忠告しておきます。いやじゃねえ、もう終わったよ。あれ偽物ですよ。あれ偽物ですよ。忠告しておきます。忠告しておきます。盛り上がっております。あのもうすごい感動がいくつもありました。あーいっちゃ、おっと一番取ってはいけない人が消費を取った。本物でーす。お肉が落ちました。誰が肉だ。あ、堀さん、あ、やばい、あれは、あの、え、援護射撃が来る。これカメラ前撮ってもいいっすか。大丈夫ですか。カメラ前撮ってもいいです。失礼します。あ、どこだ。あ、俺今どこだ。あ、みんなポジションさんでよかったら。ありがとうございます。ありがとうございます。ゴーさんがもう気づいた。このステージ良くないよね。サムスタイダークソンでも、あれ何気にあれですね、あのテス選手4機ありますね。なんかね、何してなかったら欲乗り。誤差狙いましょうよ。はい、どこ行った。適当に打ってても当たりますね。あ、やべ。え、チェンジあるんですか。どうだ。ちょっと広くなった。やばい。あ、でもカブトさん、同じサムスだから、ここは協力した方がいいんじゃないですか。はい、そうですね。どういうこと。あれ、あれ爆弾ですよ。協力しましょう。協力しよう。あ、また、続きだ。あ、よくないよ、よくないよ。あ、くそ。これか、兄弟もあるよ。あら。モンポケ、モンポケ。前の時が出したやつだから効かない。でもだいぶ戦いやすくなったね。今日はワックスさんは死んじゃった。
女性は誰も忙しいから。ちゃんと略してきました。ブラックホールが真ん中に。中島さん曰く、まあ来るわけないやろうって。女性、来るわけないやろう。まあそりゃそうでしょうね。あ、ゴーさん死んでる。あれ、オリーブどこ？あー、僕も脱落。あれ、あー。カズさん、ここは協力した方がいいんだ。はい、あー、死んだ。あー、残ってますね。すごい。よし。あ、堀さんも。堀さんが、あと1機。発撃用の準備をしてる。何これ？スマートボム。まだ終わらない。アイテム。スタッフのボムですね。でもさ、来月お子さんが生まれるんで。え、マジで？やっぱそういう思いで今日は大会に臨んでたの。どうなの？どういう思い？子供のためって言うわ。負けたら子供のためロックマンを使うから岩尾っていう。絶対に嫌だ、子供に恨まれる。でも根元岩尾って言ってたってことか。ネコネコと奪う。ああ。あ、死んでる。え、これ今どんな感じ？まあ、カモ。あれ？あ、カブトさんのあのサポートキャラですね、あれは。あ、ゼロ。ゼロは。はい、カブトさん結構有利ですね。ここは勝ちたいとこですよね、カブトさん。そうしないとあのスプラトゥーンの世界から。で、一応これが最後の戦いなんで、ここは勝って気持ちよく終わりたいところ。お、これはさすがにやばい。これはさすがに。よし。はい。おー、ハッピーエンド。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 じゃあ締めますか。じゃあ準備。おめでとう。何決めますか。合計で80ちょっと。いや、思ってね、うん、ね、80万人見てますか。いや、80そんな見てないすごいっすね、この昼日向からおっさんたちがゲームするおっさん、おっさんと子供がゲームしてるとこしか見てないですね、はい、何がおもろいの。はい、というわけでですね、バンドさんは完全に絵から見切れてますが、まあそこはねプロの技ですよね。まあというわけで、まあ公式はゴーさんが第1回チャンピオンということで、うん、はい、そうですね。公式はね、次回ね、おめでとうございます。おめでとうございます。また第2回、うん、福ブラ杯、今度はねバンドさんも、あ、遅刻せずに来ます。バンドさんも遅刻せずに来てもらって第2回大会もね、うん、多分ね、参加者もっと増えると思うんですよね。女性ファイターも今度こそ増えると思うんですよ。はい。なので、第2回大会をお楽しみにお待ちください。はい、埼玉スーパーアリーナからお送りしました。じゃあ、かぶとさん最後に締めてもらえますか？いつも。いやいやいや、ちょっと締めてください。女子も呼ぼう。そうですよね。女子が来たらもっとね、閲覧数増えるはずですからね。皆さんやってくださいよ。僕？じゃあ、シューシューってやるよ。シュってやろう。よろしくやらない。じゃあ、お疲れ様でした。シュッシュッ切りましょうか。じゃ